社屋外関東京臨海リサイクルパワー株式会社は東京都江東区に本社を置く廃棄物処理事業者。東京都が推進するスーパーエコタウン事業を受け東京電力、清水建設などの出資により設立された。2019年4月 JFE 環境株式会社と合併し J&T 環境株式会社の一部となった。2002年1月 東京都は廃棄物の都内での処理の拡大、産業廃棄物の不法投棄や医療廃棄物の不適切処理の抑制などを目的とした東京都廃棄物処理計画を策定。同年4月より開始した公募に対し、東京電力グループとして事業提案を行い、7月に事業者として選定された。同年12月、東京電力、清水建設など5社の出資により、 東京臨海リサイクルパワー株式会社設立。2004年に東京都より購入した中央防波堤内側埋めた鉄地の一角にプラントを建設。2006年8月に営業運転を開始した。産業廃棄物用ガス化用油ロボイラー、医療廃棄物用焼却炉、ボイラー角に系列を有し、1日あたりの処理能力は産業廃棄物550トン。 感染性医療廃棄物50トン。排熱を利用した発電を行い、東京電力への売電を行う。他に、ポリ塩化ビフェニルを含む、絶塩油の処理も行う。2011年11月からは、都が選定した、破砕事業者、全4社の選定に基づき、東日本大震災により、岩手県宮古市で発生した瓦礫の焼却処分を行う。ありがとうございます。